ハイフィデリティは1995年に出版されたニック・ホーンビーの小説。日本語翻訳は1999年に新潮社から刊行された。翻訳者森田義信による詳細な仲介がついている。2000年にスティーブン・フリアーズ監督で映画化された。原作はロンドンが舞台だが映画版ではシカゴが舞台になっている。また、 原作では、ロブ・フレミングだった主人公の名前も、映画では、ロブ・ゴードンに変更されている。カッコ内は日本語吹き替え2020年、ゾーイ・クラビッツ主演のテレビドラマが制作され、フールオリジナル作品として配信された。A.B. ハイ・フィデリティ、ボックス・オフィス・モジョ、2010年10月13日閲覧。シェイファー、クレール、ゾーイ・クラビッツ・スターズ・インティーザー・フォー・フール・ウエス。 ハイフィデリティリメイクローリングストーン2020年10月5日閲覧ありがとうございます。